よいしょ。どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はタイトルにありますように、僕がソフトバンクから楽天モバイルに変えましたと。でそれから1ヶ月以上が経ちました。で新しい料金が出ました。でそれについて、その料金の変化だったり、あとその使い勝手だったりっていうのをレビューしていこうと思います。でも今回伝えていきたいメッセージとしては、その余ったお金でやりたいことだったり、好きなことだったり、パッションがあることに使っていきましょうみたいな、そっちの方がいいんじゃないですかっていう、まあそういうお話です。で僕がソフトバンクから楽天モバイルさんに切り替えた時は2019年の1月ですね。まあ2019年になってから変えたわけなんですけども、その前ソフトバンクさんを使っている時っていうのは、僕端末代金はもう全部一括で払っちゃってるんで、基本的にその基本料金だったりデータ、あと通話、この3つでその料金が決まってきます。毎月の料金が決まってきます。でその時僕の場合は8900円でした。そう、本体代金がないのに8900円でした。で内容は、まあ、詳細のそのスクリーンショットがあればいいんですけど、それ消えちゃったんでちょっとお見せできなくてすいません。端末代金を払っていないのになんでそんな高いのっていうふうに僕は思ったんですけど、割引がなくなっちゃったんです。2年使っていたので、その2年適用され続けていた割引がなくなっちゃったんです。今回初めて8900円っていう数字が出てしまったので、うわ高っと思って、でじゃあ、まあ、そこでやっと格安 SIM さんを調べ始めたっていう感じなんです。中野の商店街をずっと歩いてたら、その楽天モバイルさんの店頭のやつがあって、で僕は店頭申し込みで安心して契約したいので、じゃあふらーっと行ってみて話を聞いて、うんうん、まあ納得できるわと思ったから契約をしたんです。マイモバイルさんの格安 SIM でもまあまあ良かったんですけど、まあ、今回そのタイミングとご縁があったので楽天モバイルさんに一応してみましたと。で値段がその8900円の状態から今いくらになったのかっていうと、こちらです。見えますかね。あ、ちょっと見えないですかね。1816円です。1816円です。で契約プランは楽天モバイルスーパー放題プラン S と、で、楽天電話10分かけ放題 by 楽天モバイルという感じですね。で、通信量は毎月2ギガ使えるようになってます。でも、それは高速データ通信が2ギガ使えるよっていうだけで、オンオフで切り替えができるようになっていまして、これをオフにすると、その2ギガは、まあ、食われないんです。でその代わり、まあ、低速通信になるんですけど、それが 100Mbps で通信ができるんで、まあ、YouTube だったり LINE だったりネットだったりっていうのは、まあ、正直サクサクできてます。なので僕の感覚では実質データ通信は使い放題なのかなって思ってます。まあ、ただし、日中の12時から1時間、あとは夕方の18時からの1時間は回線が混雑しちゃうからっていう理由で、その低速がめちゃくちゃ低速になって、さすがにその時間帯になるとそのネットだったりっていうのがもうめっちゃとろくなっちゃうんですけども、まあ、でもそれ以外の時間だったらこの高速データ通信をオフにした状態でも全然使えます。で電話に関しては、まあ、僕も毎日ちょいちょい電話してまして、税理士さんだったり取引先だったりコンサル生産だったり、まあ、いろいろ電話をしているわけなんですけども、大体10分以内に収まってるんで、うん、まあ、おおむねかけ放題の中に収まってるっていう感じです。まあ、ただ、この、なんでしょう、専用の LINE 電話っていうアプリを使わないと、なんか間違って普通のアプリの純粋なアプリで電話をかけてしまうと、料金が普通にかかってしまいます。専用の楽天電話のアプリを使わないといけないっていう、その煩わしさみたいなのは若干感じたりはしてます。そうで、あとそのフリーダイヤルとナビダイヤルにかけられないっていう、電話がかけられないっていうのはちょっと不便な時があります。僕の場合はフリーダイヤルだったりナビダイヤルにかけるタイミングっていうのは前月に3回あればいいかなっていうぐらいですし、もしかけられなかったとしてもメールで取り合わせて、こう返信がやり取りできるぐらいなので、まあ、本当にかけたい場合はお願いいつも貸してとか言って、かけちょっと使わせてもらったりとかっていう感じにしようかなと思ってます。なのでこの動画を見てる人の中で、いや僕はフリーダイヤルだったりナビダイヤルにかけたいんですよっていう風になった場合は、楽天モバイルさんじゃなくて他の、格安 SIM さんを選べばいいんじゃないかなっていう風に思ってます。であとその電話だったりネットの電波の状況、通信状況なんですけど、まあ、ドコモさんの回線を使っているんで、まあ、地下鉄であったとしてもちょっと建物の奥まったところ入ったとしても、まあ、僕はおおむね今のところは使えてます。あくまでもその都内であったり街中だったり栄えているところでのお話になります。言えることはこれぐらいかなっていう、まあすごいシンプルですね。とりあえず料金がすごく安くなりましたっていうのと、あと機能面では
全く問題ないです。まあ、僕の用途としてはですね、全く問題ないですと。ネットも早いですし、10分以内に収まってますし、なんかそのナビダイヤルだったりフリーダイヤルにちょっと問い合わせられないっていうネガティブなところはありますけども、まあ、そこは僕はメール対応でなんとかできてますっていうお話ですね。で、僕の場合ソフトバンクに毎月8900円ぐらい、まあ大体9000円ぐらい払ってたとしたら、年間でまあ10万ぐらい行ってしまうんです。でもこの楽天モバイルさん契約して毎月の支払いが1800円だったので、それをじゃあ1年間にすると、2万円ちょっとですから、もう8万円ぐらい浮くっていう計算になります。まあ、単純計算ですけど。で、まあこれからソフトバンクさんだったり au さんの、まあ、三大キャリアが夏頃梅雨頃になって値段を下げるっていう、まあ、話題にはなってますけども、まあそれで、まあ、どれぐらい下がるかっていう、まあそれでリビングコストって毎月の固定費が下がるのはすごくいいと思います。そう、僕はミニマリズムのライフスタイルを送ってるわけなんで、その無駄を省くとかいうのを、まあ、このチャンネルで、まあ、過去にシェアをしていたわけなんですけども、その超合理主義になろうって言ってるんじゃ僕はないんですね。本当の夢だったりやりたいことだったり情熱を傾けることにフォーカスするために、じゃあそれに関係ないその無駄なことは断捨離していこうっていうことをやっています。僕もまだまだ全然そんな完璧にできているわけではないんですけども、なんだ時間だったりお金だったり、エネルギーだったり意識のやつだったりっていうのは、そのやりたいことにフォーカスするっていうところをやってば、もっと多くの人が楽しいことをやりながら社会貢献できて、もっと日本が良くなると思うんですよね。なんかだんだん落としどころが分かんなくなってしまったので、この辺で動画を終了しようかなというふうに思います。なんか説明不足なところもいっぱいあると思うんですけども、まあ伝えたいところは、伝えられたかなというふうに思ってます。まあ、今回この動画を見てる人の中で、ちょっとこう自分たちにももしかしたら無駄があるんじゃないかななんていうふうに考えて、本当の楽しいことは何かななんていうふうに考えてくれるきっかけになってくれたら嬉しいと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。